ロシアのトルトネフ副首相は、韓国のホンナムギ副首相とオンライン形式で会談し、北方領土を含む島々の関税免除区域導入計画をめぐり、韓国を招待すると投資を呼びかけました。今回の件は、プーチン大統領の、海外からの投資を、積極的に受ける姿勢を、明確にしました。これに対し日本は日露双方の法的立場を害さない形で行う、北方四島での共同経済活動の趣旨とは相容れないなどとしています。さて、北方領土問題の解決待ったなしって感じですかね。それに、お誘いを受けた韓国さん。一体どう対応するんでしょうかね。これに乗っちゃうとオワコンなんですが、乗っちゃいそうなのが怖いですよね。ついに断交のチャンス到来ですかね。北方領土問題について、詳しくは、リンクの動画をご覧くださいね。チャンネル登録と高評価もお願いしますね。それじゃあまた。